それでは、帝国となりましたので、始めさせていただきます。本日は、グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパンのオンラインセミナーにお忙しい中、ご参加いただきまして、心から感謝を申し上げます。私は事務局長の半田和弘と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、京都大学教授の小倉喜三先生をお招きし、 東アジアジをを構築すする新しいいい人間観というテーマでお話をいただきますその前に私から本日の主催団体でありますグローバルピースファウンデーション GPF の紹介を簡単にさせていただきます GPF はアメリカに本部があり世界17カ国に支部を持つ国際 NPO であります世界の各地域には人種や民族部族宗教 文化というそれぞれの違いによって生じる圧力や摩擦、いわゆるコンフリクトというものがあります。私たち GPF は社会プログラムを通して暴力や紛争の原因となるコンフリクトを軽減したり、解決するように役立てて、その地域の平和構築に生かすことを目的としています。また東アジアの中では朝鮮半島の南北の 緊張関係に目を向け、2015年から 1K グローバルキャンペーンを推進しています。韓国の学術関係者や国会議員のみならず、BTS などの K-POP アーティストと協力して、自由が保障された一つのコリアに向けたコンセンサスを草の根レベルで築くキャンペーンを展開してきました。また、アメリカのシンクタンクや 国会議員からも党派を超えた協力をいただき、国際社会にも広がっています。2018年、半門店で開催された南北首脳会談のフィナーレでは、本キャンペーンのために作られたテーマソングが使用されました。それでは本日のセミナーの講師でいらっしゃいます、小倉貴蔵先生を紹介をさせていただきます。小倉先生は東京大学 文学部ドイツ文学科を卒業され、電通に入社後、韓国に留学、そこでソウル大学、ソウル大学校哲学科大学院、東洋哲学専攻博士を修了されました。2012年から京都大学大学院人間環境学研究科教授でいらっしゃいます。専門は東アジア哲学比較文明論です。 また NHK 教育テレビハングル講座講師日韓友情年2005実行委員と歴任されています。小倉先生の東アジアの国々や人々が共生するために必要な視点は私,私たちの平和構築の視点ととても通じるものがありましてこれまで高い関心を寄せながら注目をさせていただいてきております。 今回のセミナーに先生をお招きすることができて、心から嬉しく思っております。皆さんがご覧になっております、Zoom の画面中央下に Q&A のボタンがございますので、講演中でもそちらから先生に対する質問を送ることができます。簡潔に記入をしていただけると助かります。講演の後に、時間が許す範囲で先生にお答えをしていただきたいと思います。 それでは私の紹介がちょっと長くなってしまいましたが先生の方にこれから講演をお願いしたいと思います。それでは小倉先生よろしくお願いいたします。こんにちは。えっと日本ではこんばんはになりますけれどもえっと小倉木蔵と申します。今ご紹介ありましたけどちょっと一箇所だけその えっと、大学院修了っていうのはちょっと日本と韓国で概念が違いまして、韓国では修了っていうんですけど、日本では、えっと、えっと、えっと、なんだっけ、単位取得大学と、そういうふうに言っています。ちょっとなんか、はい、呼び方が違うんですね。っえっと、それで、えっと、今日は、あの、えっと、ずえっと、パワーポイントを お見せしながらお話ししたいと思うんですけれども、よろえっと、どうするんですかあ,あ画面の共有ですよね。はい、あそうです。はい。画面の共有、はい。画面の共有できるかなあれ、できますね、これですね。はい。あはい。見ております。えっと、スライドショーにした方がいいですよね。 そうです、ね、はいスライドショーの、ね、部分をしていただいてはい、はい、こちらからはいえっとですねまあえー、っと、まあ、東アジアを構築する新しい人間観というふうにタイトルを,を決めたんですけれども、うん、まあ私はそのやってることが思想とか哲学なので、まあ、どうしてもその人間観というところに 焦点を合わ,せたくなるわけで,すでもまあ何ていうかなもうちょっときちんとした、えー、っと社会科学系の人だったらその、まあ、思想や哲学で二国間関係が解けるわけではなくてまあ安全保障ですとか外交ですとか経済政治そういうものが重要だっていうふうにおっしゃると思うんですけれども。 まあ、もちろんそれは重要なんですが私のような考え方を持っている人間がその二国間関係とかその外国との関係というものを考えてもいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、要するにどういうことかというとちょっとお話を始めますとですね、まあ、日韓関係は自極問題ではないと、えー、このパワーポイントはですね私は人文系の人間なので 画像だとか、えー、とそういうものを一切使わないので文字ばっかりなんで申し訳ないです、えーと。ちょっと読みにくいかなというふうに思いますけれども、えー、とご勘弁ください。人文系の人間というのは文字しか、えー、と使いませんので、まあ、これから日韓関係とは何かというお話をします。ひ、まあ、一口に日韓関係といってもですね、まあ、実に多様な側面があります。今日はまあか…あ 今日は限られた時間内でできるだけその全体をお話したいと思うんですね。えー、もちろんそれはまあ全てではありません。細かな論点や事実の全てをお話しするという意味ではなくてですね、まあ、日韓関係を考える上での枠組み、えーまあ、大雑把な枠組みですね、時間もありませんので、それをお話しするという意味です。細かな事実をす、まあ、全て知ることは不可能ですけれども、 まず大きな全体の枠組みを知るということが非常に重要じゃないかなというふうに思っています。えー、現在テレビなどでなどで、えー、日韓関係を語るという番組がありますとですね、大抵そこではもう、えー、文在寅大統領がどうしたとか、なんとか大臣がこう言ったとか。 えと誰かが逮捕されたとかいわゆる、まあ、世界ウォッチングの話ばっかりしているわけですし、まあ、それも面白いことは面白いんですけれどもそれは日韓関係ではありません、えー、と日韓関係の中のごく一部の政治の表層の話してるだけですよね日韓関係っていうのは、まあ、日本人が1億2千万人いて韓国人が5千万人いるとしたらその1億2千万人と5千万人の 関係相対ですからそれが日韓関係ですからごく一部の人間権力を持った人間の関係が日韓関係ではないっていうのは明らかですよね、えー、まあしかもそういう分析をするときに何のパースペクティブも視座もなくただ事実関係を語っているっていうのが多いと思います特にテレビなんかの分析ではですね。政局や外交の動向自体は非常に重要ですし それれを知っておかねばならなならいのは当たり前なんですけれどもしかしそれを自体を日韓関係だということは言えませんし何とか大臣がこう言ったこれが日韓関係だって思ってしまうところがやっぱり問題があ,りあるわけですよねで。それは膨大な多層性を持つ日韓関係の中で政治外交の表層のごくごく一部分だけを語っているにすぎません。 部分を請求に一般化するという論理学上の語尾があるわけですけれども部分だけを見てそれを一般化するという部分の請求の部分の請求な一般化という語尾があるんですけれどもそれをしてはいけないと思いますね政治外交の研究者やジャーナリストやいわゆるウォッチャーが語ることを 何十時間聞いても日韓関係を理解することは理由できないって、これはなんか申し訳ない言い方だけれども、私の考えです。それにもかかわらず、現在、いくつかのテレビ番組、いくつかの書籍、いくつかの雑誌記事、大して多くもないネット上の記事やコメントなどを読んだだけで、日韓関係について何かが分かったかのような錯覚をしてしまう人があまりに多いということが、極めて憂慮すべきことだというふうに思っているんです。 なんていうかな、この要するに無力感というか、徒労感というか、そういうものがあるわけですね。ネットのそのコメントなんかを見ますと、もう今は、えー、と韓国と断交した方がいいとか、もうこんなのとは付き合えないとか、韓国はあまりにもひどすぎるとか、まあ、もちろんそういう側面あるわけなんですけれども。 その断交すべきだとか、韓国が行くところまで行ってしまって、それであのもっと反日になってほしいと、韓国が反日になればなるほど、えー、我々は韓国を相手にしなくて済むからだっていうような、そういうコメントがものすごく多いんですけれども、これは、まあ、心情としては分かるんですけれども、えっと、ここで言ってることはですね、 その曲がりなりにも日韓関係が今の状態を保っているために保っているっていうこの状態を作り上げたこの数十年間の努力っていうのがあるわけです。これは何も政治家だけじゃなくて一般市民の人たちが交流をしたりあるいはそれはあの芸能人でもいいしスポーツの人でもいいし。 文学者でもいいしいしろんな人が多層多重的に日韓の間で行き来をして関係を作り上げているから今のこんなに日韓関係が悪いと言いながら戦争状態にもならずに曲がりなりにも、まあ、ちゃんとした関係をやまあ、ちゃんとした関係って言っていいかどうか分かりませんけれども曲がりなりにも暴力的な関係にはなっていないと。 こここで踏みとどまっているっているうこれはなぜなのかというと、えっと、やはりあのこの70年以上の間膨大な関係の蓄積があってそこにたくさんの人が関わってこういう日韓関係を作ってきたからなんですね。それはもちろん理想的なものではないんですけれどもだからといってちょこっと、えっと、いくつかの記事を読んだり。 しただけで日韓断交だとか言ってしまうことはこれはえっと暴力的ですしこれまで日韓関係を構築するために努力してきたえっと気の遠くなるような努力をしてきた人たちに対するまあ非常に冒涜だというふうに私は思っているんです。そんなに簡単なものではなかったんです日韓関係っていうのは。 その断交だとか言っている人たちが、えー、気軽にそういうような重たい言葉を暴力的な言葉を、えー、と投げつけられるようなそんな簡単な関係ではなかった何せ植民地支配をした,した側と植民地支配をされた側ですからね、えー、それを曲がりなりにもこういう関係を作ってきたっていうこの努力に対してやはり私たちはリスペクトするべきだと。 いうふうに思うわけなんですこれが前提ですまあ日韓はどこに行こうとしているのか韓国はそして朝鮮半島はどこに向かって行こうとしているのかってこれがわからなくてそこでそれがわかんないから多くの日本人は不安になっているわけなんですよねここがわからないここには中国問題だけではなく 実は世界全体の思想的潮流が関わっているとここっていうのはどういうことかというと韓国の意こうとしている方向性ということですえ単なる朝鮮半島ウォッチャーはそのことを理解できてないんじゃないかなっていう感じがしますえだからそういうウォッチャーの込み板何とか大臣がこう言ったとかそういう話まあ面白い トリビアルな面白い話を聞けば聞くほど、ますますその全体像がわからなくなってきてしまうっていう、こういう、まあ状況がありますね。朝鮮半島問題というのは、日本問題と深く連動しているというところが非常に重要だと思います。まあ、に日本問題とどういうふうに連携しているかというと、まあ、日本のところ。 日本っていうものを考えてみるとですね、文明はこのまま沈んでいくのか、それとも再生するのか、すでに待ったなしの崖っぷちまで来ているのではないか、これが私の問題意識であり危機感なんですね。今回の,その東京オリンピックをめぐるいろんなごたごたなんかも見ていると、これがこの21世紀にえっと日本が世界にさらしている姿のなのかって多くの皆様がその なんていうんでしょうか、巨奪感みたいなものを感じているというふうに思うんですけれども、これはやはり単に表面的な問題ではないと。日本、まあ日本文明というと大きな言葉を使ってみたんですけれども、日本文明がまあ曲がり角に来ていると。このまま、もしかしたら沈んでいってしまうかもしれない。いややそうじゃなくてやはり 日本文明っていうものが世界の中で重要であるっていう方向性にいくことができるかもしれないそれとやっぱり朝鮮半島問題って関わってきてると関わってると思うんですねでまあ私の基本的な認識は全ての意味で今世界の文明的流れの方向性が日本にとってはまあ向かい風になっているとこれなどういう意味なのかって後でご説明しますね でこのアゲンストの世界的潮流を日本単独の力で逆回転させることができるのか、それほどの能力と意志が今の日本にあるのか、朝鮮半島問題を考えるということは、まあ、そういうことを考えることなんだというふうに思います。つまり日本問題なんですね。で、今の東アジアは非常に危険な状態だとは思っています。まあ、中国は自分たちのスタンダードを まあ立ち上げてそれをプラットフォームにしたいだけれども実はそのスタンダードの内容が何なのかっていうのはまだよく中国は分かっていないんですね例えばその習近平さんがあるいはそのイデオログたちが儒教というものを非常に高く評価しているわけです今えー、で まあ、要するに中国共産党は、まあ、非隣非行の時あのずっと、まあ、儒教というものを、えーまあ、徹底的に悪だと言ったわけですねかつて毛沢東の時にはだけど今共産党政権であるうこれは同じだけれども儒教というものを非常に高く評価してその儒教的なスタンダードっていうものを西洋の え民主主義自由こういうものに対する、えー、対抗する、まあ、スタンダードプラットフォームとして打ち出そうとしているんですけれどもどうもそこで言っている儒教というものの内容が非常に曖昧であるというふうに、まあ、思想的な意味では思えます。つまりまりだ整理できてないな まあ、あんまり整理しちゃうのも良くないわけですけれども、政権がね、ある思想を整理しちゃうというのは良くないわけですけれども、それにしても何らかのコンセプトを打ち出すレベルにまだ達していない、というふうに私は思います。西洋近代が作り出したものを根本的に破壊するのか、あるいは若干の修正で済ませるのか、ここのところが、えー、まだ、えー、決めきれていません、中国が。 アメリカももちろん自分たちのやってきたこと自体に対して自信がなくなっている。バイデンさんになって非常に価値、価値観、民主主義、自由、こういうものを打ち出してきていますが、えー、まあ、それを声高に語れば語るほど、なんか自信がないんだなっていう、そういう雰囲気も非常に強く漂わせているわけですね。 えー、自分たちが作ってきた自由民主主義こういうものを自分たちが本当に咀嚼してきちんと理解しているだろうかというところに対してむしろ東アジアの、えー、民主国側からいろんな、えー、疑問点が出てきているとで韓国と北朝鮮は非常に試合狭い視野で自分たちの将来を考えて いるのではないかとおいうふうに考えてもよろしい。まあ、でもこれにはえっと別の考えもあります。むしろ北朝鮮が打ち出そうとしている世界の方が、えー、その例えば資本主義のえっと行き着いた姿腐敗した資本主義よりも新しい世界を描く。 主体思想ですね。北朝鮮のチュッチェ思想、主体思想の方がより良い未来を描けるんじゃないかとか、そういうふうに考えることももちろんできますが、まあ、なかなかそれは1960年代、70年代のようには人々はついてこないでしょう。ここまで独裁、それから核,核開発というものが進んでしまっているわけですから。えー、だから、えー、と非常に危険であると。 で韓国が一体どういう国なのかっていうのを我々私たちはきちんと見るべきなんですね。グリーバンスっていう言葉があります。えー、とまあ不満とか不平とか苦情っていう意味ですけれどもこれが非常に重要な概念なんじゃないかと。これはネグリーハートのマルティチュードっていう書物が、えー、十数年前に出ましたよね。マルティチュード。 ここで要するにグローバルなグリーバンスのムーブメントっていうそういうようなことを言って要するにまあ資本主義近代資本主義の帝国かっこ付きの帝国ですけれどもそれに対してその世界中の不平不満苦情を持った勢力がソー,ームインテリジェンスっていうつまりえっと何て言うんでしょうか、えっと 蜂,が蜂の群れがうわーっと,、えー、と蜂が群れになってどっかに向かうかのようなああいうような姿勢、えー、になって世界を変えていくっていうそういう意味でネグリハートはこのグリーバンスっていう言葉を使ったんですけれども、えー、非常に重要な言葉だと思います。で何に対する不平不満かっていうと、まあ、近代なんですね。えー、だから今のの韓国というのは 自分たちが近代側の国家なのか、それとも反近代、近代に対してグリーバンスを訴える側なのかっていうのが整理がつかなくて分裂しているわけです。近代という時代にヨーロッパとアメリカと日本がほぼ近代を独占し尽くしてしまった。近代っていう時代は、その主役になったのはヨーロッパとアメリカと日本、これだけです。世界中で。他は、 えとまあ、支配される側になっってしまったわけで,す、ね、で植民地支配大きな戦争自然破壊いろいろな産業や科学技術によって人間の生活を根本的に変えてしまった主役が欧米と日本であると、えー、これがまあ一番基本的な認識ですけれどもじゃあ朝鮮はどうだったのかと日本だったじゃないかと完全に支配者側だったのかと。 あ非支配者側だったのかっていうところで自分たちのアイデンティティをどう構築すればいいかというところで非常に戸惑いが出てるわけです、韓国で。アイデンティティ。でアイデンティティっていうのはそもそも日本と韓国で、まあ、全然違うんですね。そして重要なのは、これ併合植民地っていう、これ私の造語なんです。これ後でご説明します。 併合植民地の時代に日本は朝鮮に日本というアイデンティティを押し付けたというのが重要ですよね。朝鮮には朝鮮のアイデンティティがあったとっいうよりは、全国民のアイデンティティ形成の時期ですね、近,近代というのは、えーと。支配層は支配層で朝鮮というもののアイデンティティがあったと思いますが、それがまだ国民国家というのができていないわけですから、 国民意識というものが全体に共有されていないその前近代の時代にから近代の時代に入ると、まあ、国民意識、まあ、国民というものを作っていくわけですね。で、その国民というものを作っていくときに、まあ、アイデンティティというものを使うわけなんですけれども、そのアイデンティティを作っていく時代に日本の平合植民地になっちゃったというのがまあ、朝鮮でしたよね。 まあ日本が介在したということですこれがやっぱり今の韓国にとっても非常に重要なポイントなんですね。これは単なる植民地ではなくて併合植民地だったと。朝鮮人は日本人だったわけですね。この併合植民地っていうところが、えー、非常に重要で、韓国の人たちは自分たちを植民地としか。うん 植民地であるしか認識していません。えー、これはイン,インドがイギリスの植民地であったとか、ベトナムがフランスの植民地であったとか、そういう意味での植民地です。ところが、日本はドイツがオーストリアを併合したように、えっ、ー、と、朝鮮を併合したんですね。条約も併合条約でした。つまり、まあ、日本側のまあ保守側と言っていいか、 内側の人は植民地というよりは併合の方を重視しているわけです。でも併合だけでもない、植民地だけでもない、併合植民地であったっていうことが、この朝鮮韓国のアイデンティティの形成において非常に重要で難しいポイントだったわけです。つまり単に植民地であれば、これは 宗主国に抵抗するだけであったり、あるいはあの植民地人として生きたりすることができるわけで、併合だけだったら、これはその併合した主体の側にくっついていくということだったと思いますけれども、この併合された、つまり日本人になった、植民地であった、つまり朝鮮人であった、日本人でありながら朝鮮人であった。 これどうするのかというのがいまだに解決がついていないということ解決がついていないだけではなくて先ほども言いましたように韓国あるいは北朝鮮の人たちはこの併合の部分は見ないようにしています併合の部分を強調するやつらは親日派だと言ってあの切り捨ててこのよくわからない併合という見たくはない 真実見たくはない現実というものを切り捨てようとして自分たちは植民地であったということだけを、えー、クローズアップして考えています。そこが問題だというわけですね。韓国は植民地支配された主要国家、地域の中でほぼ唯一先進国になった国です。かつて植民地支配されたあ国家や地域は、まあ、もちろんたくさんあるわけですけれども、まあ、ほぼ唯一というのは台湾だとか。 そ,そのほかシンガポールもそうですし先進国になった国は多いわけですけれどもまあ、えー、人口が5000万人くらいの規模で先進国になった旧植民地というのは、まあ、韓国がトップバッターだと思います、えー、トップランナーだと思います、えー、最も成功した旧植民地であった いいいいうふうふに言ってもいいと思いますしかし、韓国人には先進国としての責任を担って歩んでいけばいいのか、それともグリーバンス国家として不平不満を訴えていればいいのかが、まあ、分からなくなっているわけですね。グリーバンス国家っていうのは要するに近代というものに対する不平不満です。つまり近代をやった欧米、日本に対する対抗軸として自分たちをアイデンティファイすればいいのか。 それとも先進国となった先進国となったっていうことは、まあえー、と戦後の日本からの協力ですとか技術供与ですとかそういうものも得て先進国になったというここの部分の、えー、歴史を直視できないしたくないでグリーバンス国家の方だけやってれば気が楽だと。 ということですね特にムン・ジェイン政権はグリーバンス国家の側面ばかり意識しているわけです。自分たちが資本主義の最先端の国家で自然破壊もしているし今やそうですね韓国は、えー、日本やアメリカやヨーロッパに文句が言えない立場になっているっていうつまり先進国になったと先進国になっているわけですからまあ気候変動ですとか環境破壊ですとかそういうところにもだいぶ貢献しているわけです韓国も。 マイナスの貢献ですけれどもだけどそういうところは見たくないで植民地支配されたことによる傷だけを訴える国家の代表になろうと思っているわけですねムンジェイン政権は特にそういう、えー、性格が強いです被害者っていう部分ですね自分たちも、えー、この地球社会における立派なっていうかその近代側として 地球環境を破壊している側であるというところを見たくはないというところですね。一方、えー、以前,前の安倍政権は不平不満国家の韓国を切り捨てよう、突っぱねようというメッセージしか出さなかったわけですね。向こう、韓国側もフラストレーションがたまっているわけです。つまり、日本、安倍政権としては、韓国がその戦後、その資本主義、えー、の道を真っ白,真っ白に、 歩んで高度成長して、反岸の奇跡というものをして、それで自分たちが立派な経済大国になったというところをなぜ強調しないのかと、そこを強調すれば日本との協力っていうこともたくさんあったんだし、まあ、安,倍し安倍晋三さんのおじいさんがそういう利権でくっついてたわけですけれども、韓国と。でも、そういう側面をなぜ見ないのかっていううそういう。 ことですよね安倍政権は。日本は韓国を支配したのだから、ある程度韓国の言っていることもわかるし、日本が応答しなくてはならないことも当然ありますよね。しかしまあそれは放置の範囲内でっていう方向でやらないといけなかったわけですけれども、そういう韓国の不平不満というものを見ないようにしたわけです。で、それがうまくできたとき、そして韓国側も。 自分がすでに先進国であるということを直視したときに、きちんとした関係が構築できると。今の菅政権でそれができるのかと。韓国は難しいんです。まあ、日本側は、韓国よりはちょっと単純かもしれない。韓国側はなぜかというと、先ほどから言っているように、自分たちは被害者だったと。だけど、今は先進国になったと。それをアイデンティティっという概念でどういうふうに整理すればいいかというのが、 よくわからないわけです。わからないっていうか、要するに分裂しちゃっているわけです。日本と同じく植民地支配をしたヨーロッパも日韓の状況を見ている。これは先日ネットにフランスの事例が出ていました。フランスがアルジェリアを支配した、それに対して謝罪をする。えー、これを、えー、とあるフランスの、えー、人が日韓 に学ぶべきだということを語ったというネットの記事が出ていました。これ、学ぶべきだというのはどういう意味か、私も詳しいところはちょっと読み取れなかったけれども、おそらくその解説記事では、日本は韓国に何度も謝罪をしたと、それでも決着がついていない、韓国が許していないと。 だからそれを反面教師にしてフランスはアルジェリアに対して1回だけ決定的に国会決議をして謝罪すべきだと。それで終わりにすべきだと。日本のように国会決議もせずに謝罪の言葉を何度も何度もするっていうのは非生産的であるというふうに日本、日韓から学ぶべきだとそのフランス人は語って。 だったそうですつまり、えっと、ヨーロッパも実は日韓の状況を見ているはずなんです特に韓国側はドイツの,その戦後の,その謝罪の仕方、えー、復帰の国際社会に対する復帰の仕方っていうものが模範であって日本はそのドイツの模範と比べると、えー、ダメだというのが多いんですが私は全然そう思っていないんですね。後で お話できるかと思いますがつまり日本と韓国の間の方が進んでいるとそういう考えです植民地支配が不正義だとしたら日韓のせめぎ合いの経過を参考にしたいという気持ちがヨーロッパにあるということですね、まあ、それは何、えーまあ、て言うのかな国家間の関係ですからそんなになんか純粋な えっと、中学生や小学生のお友達同士が喧嘩してごめんねっていうような純粋な気持ちではなくてそこには国益だとかいろんなそのものが介在するわけなんですけれどもそういうい全ての,その要素をひっくるめて日韓のせめぎ合いの経過を参考にしたいっていう気持ちがこれからヨーロッパはかつての植民地支配というものに、えっと、向き合わなくてはなりませんので。 えと参考にしてくると思うんですね。だから日韓モデルっていうものを日本と韓国で提唱する必要があるというふうに私は思っているんです。えー、対抗近代っていう先,先ほどの話に持ち戻りますけれども今、世の東西で同時に起きているのは対抗近代というべき動きです。ヨーロッパは自ら生み出した近代という思想に対して甘く見すぎてるんじゃないかと。 アメリカが今自由と民主主義っていうので、まあ、あの叫んでしまっていてヨーロッパは老化ですから自分たちが生んだ自由民主主義っていう概念をあまり声高に叫ばずに、まあ、アメリカに叫ばせて、まあ、自分たちはそれにくっついていく、えー、というスタンスをとっていますがちょっと甘く見すぎてるんじゃないかなっていうふうに思っています。 って言います私は、えー、ヨーロむしろヨーロッパが、えー、アメリカではなくてヨーロッパが自分たちで自由と民主主義っていう概念を生んでしまったのでそれに対してその落とし前をつけるのはアメリカではなくてヨーロッパだというふうに私は考えています近代っていうのは全てなんです自由と平等平等と自由の軸もありますし平等と差別の軸もありますし 全ての軸を近代というものが作り上げた。で、ヨーロッパとアメリカと日本だけのための近代だったということが言えます。欧米と日本以外の世界にとっては近代というのは遠差の時代です。遠差の近代。恨みの時代ですね。対抗近代というのは近代への反発であると同時に近代への憧れです。まあ、どんな国の人でも 人間である限りは一度思いっきり自由になって平等になって欲望を解放して自然を破壊して豊かになりたいっていう気持ちは持っているに決まっています。で、そういう自然を思いっきり破壊して豊かになりたいと思った時に先進国が SDGs だとかそういうことを言い出して自分たちが自分たちは思いっきり自然を破壊したのに 後から来た人間は自然を破壊してはいけないというようなことを上から目線で言っているわけですね。これは不平,不平等であると、不公平であると。この欲望の力を過小評価してはならないと思います。一度は思いっきり近代をやりたい、ヨーロッパをやりたいというのは、まあ、グローバリズム、特にアジアなんかでこれは思いっきり近代やってみたい、思いっきりヨーロッパになってみたいっていう。 いう欲望が爆発してますよ、ねまあそれが不可能ならば反近代反ヨーロッパをやりたいっていまあこれはこの曲を代表しているのもイスラームの普遍主義だと思いますけれどもでこちらの側も力を得ているわけですねどっちにしてればヨーロッパの欺瞞性が今あらわになりつつあるわけです。 欧米は自らの成功と東アジアの失敗を対比したがります。自分たちは歴史問題をうまく解決したと。東アジアはまだまだ、まあ、本音っていうか、隠された意識としては、まあ、東アジアの人たちはまだまだ精神的に成長していないので、いつも 失敗しているとしかしそれは間違った認識だというふうに私は思っていますむしろ逆に東アジアの成功と欧米の失敗っていうのが表れになりつつあるんじゃないかと現在の世界はそれを隠蔽しようという欧米の戦略の崩壊過程ではないかだけれども東アジアがヨーロッパの戦略に乗っかっちゃっている、まあ、自分たちの利益のためにっていうのは例えばドイツはうまくやったっていうふうに言えば 韓国は自分たちの利益になるわけですね。だけれども、そんな簡単なものではない。日韓モデル。こちらの方が、同一モデルよりもいいんじゃないかと。今までの日韓関係を完全に新しく解釈しようという試みです。具体的には、1965年日韓条約の 時ですけど以降の日韓関係を最大限肯定的に見てみると果たしてどのような光景が見えるのかという試みをすること、まあ、65年の条約は韓国側は不満なわけですよねもちろんその前の1910年の併合条約に対してもこれは不法で無効であると不満なわけですし65年もまあ半ば力ずくで、えー、調印させられてしまったというのが韓国側の 意識ですで日本側もえっ、ー、と、まあ、65年の日韓条約は重要であってこれを守るべきだっていう人がもちろん多いけれども近年になってけん嫌韓の人たちはですね、えー、まあ要するに韓国と関係を結んでしまったこと自体が間違いだったというような認識にまで来ているわけですね。えー だけれども私は一度これを最大限肯定的に見てみる必要もあるんじゃないかと私がこのような試みをしようとする理由は大きく言って2つあります一つは日韓関係が良くなるかのような兆しを見せながら結局再び悪化するという回路が繰り返されているそういう現状を強く憂慮するからですこれは先ほど言ったように日韓関係っていうのはなんかその日韓関係というものがどっかに あってですねそれが自動的になんかあの動いているわけじゃなくてそれを動かしている無数の人たちがこの七十数年の間い,いましたし今もいるわけですね普通の市民の人たちの努力も膨大なものがあるんです蓄積が。そんなことをあ,のあまり知らないかのようにごく簡単に扱ってし,てしまってはいけないと。 いうことですもう一つは今の世界の状況を眺めながら私たち日韓両国の人々が世界に貢献できる道が明らかにあるにもかかわらずそれを自ら放棄しているのではないかという反省が必要だと考えるからです。このような理由から私は和解と繁栄と平和のための日韓モデルという一つの理念系を提唱したいと思います。いつも欧米が先を言っててり東アジアジ遅れているるとと考えると 現実を正確に見ることができなくなり、懸案問題の解決も遠ざかってしまいまいす例えば慰安婦問題、これは似たようなことっていうのは、欧米もやっていたわけですけれどもあの、大阪の橋本元知事なんていうのは、これは欧米もやっていたんだから、日本も謝る必要はないって、そういう論理を言いますが、そうじゃないと思いますね。その日本が 欧米に先駆けて、欧米よりも先に、これは大問題であると言って、認識して、それに取り組んだわけです。その取り組みがうまく、きれいにうまくはいかないけれども、その取り組んだということ自体は重要であるということですね。ヨーロッパはまだまだ遅れてるということです。 いつも欧米は立派であり、東アジアはダメだと自虐的に考えるなら、ある意味で気楽です。ああ、やっぱり東アジアはダメなんだって考えてれば、住むんだったら気楽ですよね。しかし私たちは世界に対してより多くの責任を担う立場にすでに立っているのではないだろうか。確かに欧米はかつて先を言っていた。しかしそれは欧米内部の出来事です。ドイツとホランド。ドイツとフランスですね、まずはね。こういうところ。 これは内部のことです。つまりドイツがフランスを植民地支配していたわけではありません。フランスとベトナム。フランスはいまだにフランコフォニーといってアフリカなどでそのフランス語圏をまた再編成しようとして上下の序列を作っています。これはつまり内部ではドイツとフランスは うまく和解はできたかもしれれないけれど外部外部とのインターフェースが増すにつれて失敗と対抗が明らかになりつつあるのではないかフランコフォニーうまくいってるようにも見えるかもしれないだけど中東ですとかアフリカですとかああいうところで起きている紛争は基本的にはヨーロッパが作り上げていると言ってよろしいと思います。 それに比べて日本では1965年以降、かつて侵略した側、日本とされた側、韓国が曲がりなりにも対等な関係を構築してきつ続けた結果、今成功と進歩が明らかになっているのではないか。先ほど言いましたように、韓国は先進国です。世界の10番くらいの、えー、経済規模を持っている先進国です。これを 成功と言う必要があるもちろん近代っていう意味で言えば自然環境の破壊をしたから経済大国になったるんですしそういう意味で言えばマイナスの側面もたくさんあるけれども近代という枠組みの中で見れば韓国は明らかに成功したわけです。でそこのところは見ようとしない。 しかし私たちの歴史認識は普通歴史をそのように見ることを強く忌避します。成功したっていうことを、えー、と忌避します。東アジアこそ典型的な失敗の地域であると認識するのがこれは正しい見方です。しかし私たちは物事をより正確に見ることにより我々東アジアこそが世界の最先端を言っていると果敢に考えてみることから始めてみても良いのではないかと。それは東アジアの光と影を世界が正しく認識するようにさせる。 させることつまりこれは日韓が成功したって日韓関係が成功したと言ってるわけではないんです。いろんな摩擦があっていろいろな対立があってだけれどもこういう戦争をしないで関係を構築してきた上下の関係も作らないでできるだけ対等になろうという関係を構築してきたっていうこのこと自体が重要です 歴史問題を解決するために両国がこれまでしてきた努力すなわち内部ではなく支配と非支配の外部的関係においてなしてきた和解の努力を再認識することが重要だそしてそれを日韓モデルとでも言うべき和解と繁栄と平和のシステムとして正しく概念化することが重要だ和解の困難性そんな簡単に和解できません相互の摩擦そもそも和解和解って何なのか和解をめぐる日韓の困難 日韓間の困難性の蓄積、これが人類の財産あ、日韓は簡単に和解しましたよ。ドイツは簡単すぎると思うんですね、私ね。あれほどのことをしておいて、そんなに簡単に解決していいのかと。おかしい。どう考えてもおかしい。日本は韓国、朝鮮人を抹殺しませんでしたよ。 ガス室に送らなかったそれでも朝鮮日本と韓国の関係これほど大変だここが重要じゃないかと日韓両国が死者をほとんど出さずにこの困難な問題に取り組んできた努力を正しく理解することが大切植民地支配や慰安婦問題に対しても今後の世界のモデルになるような努力をしてきたという自信を持つことが重要 日韓は決して欧米の後人を廃していないという事実をきちんと認識する必要があると思います。歴史に対する反省を今後もさらに強くしていくためにも今までの蓄積を根本から否定してはならない。ここは重要だと思うんですよね。まだまだ歴史に対して日本は反省すべきことってあると思う。たくさん。だけれども、一つ反省して、 また次のステップに行くっていうこういうステップを踏まないとならない最初から全部きれいさっぱりゲームのようにはいゼロからもう一回もう一回出発ってそういうわけにいかないから少しずつやっていかなくちゃならないんですがその少しずつやってる一つ一つのところで相手から全面的に否定してされてしまうとこれは先に進めないわけですね。 日本は何もやってない。日本の謝罪は嘘だとか、そういうふうに言われてしまうと、次に行けなくなってしまう。日韓モデルは妥協の方法論ではありません。支配した者と支配を受けた者が対等な関係で、互いに批判し合える関係を作り突き上げる過程が日韓モデルです。この過程は真に苦痛と困難に満ち溢れた道だったわけです。本当です、これは。そんな簡単な道ではなかったです。 今後もそうあり続けるでしょう。しかし日韓両国はこの苦痛に満ちた和解と繁栄と平和の道をさらに歩み続けるしかないんです。断交して何かが済むわけではありません。今後日韓が共同で取り組まなくてはならないことは多いんですけれども、まあ次の3つがも私としては最も重要だと思っている。これは第一は歴史の直視、記憶、反省です。歴史の直視っていうのは韓国側に対しても言いたい。 わけですね韓国は歴史を本当に直視していますかと都合のいいところだけ見てそれで自分たちの歴史を強固に作り上げていればこれは他者との歴史の共有というのは全くできなくなります。日本側も歴史を直視しなくちゃならないわけですね。第2のテーマは近代の克服です。 東アジアは近代的な意味では成功した地域であると。優等生です。近代的な意味では。だけれども、近代の弊害についてはまだ克服作業のとに就いたばかりです。気候変動の問題だとか、そういう問題は、東アジアの人たちっていうのは非常に優秀で優等生だから、近代はうまくやった。だけど、近代の弊害について克服していきましょうっていったときに、またそれに。 優等生的に非常に、あの、それも成功すると思います。近代の弊害を克服する作業を日韓がリードしていかなくちゃいけないというふうに考えるわけです。第三のテーマは哲学を構築しなくちゃいけない。哲学がないんですね、日韓っていうのは。あの、歴史家は優秀でいろんな事実を、えっ、ー、と、 拾ってきて調べてやるんですけれども日韓の場合は哲学っていうのは西洋の哲学の文献研究をすることが哲学になっちゃっているから自分たちの現場でどう思考するかっていうのができないんですできていないんです。ここが、まあ、我々の怠惰なところなんですね。 歴史の反省プロジェクトを私たちは今後ますます進めなくてはならないのだけれどもそのためには哲学が必要です歴史は人間が作るでものであるにもかかわらず私たちは歴史を見る目っていうのをまだ持ってないと思います儒教的な目で見てみたりあるいは何らかのイデオロギーで見てみたり女性の立場で見るのも重要だし えっと、いろんな立場で見るのも重要なんですがそれに特化しただけでは歴史の全体像というのは見ることができないそれから西洋の人間観で歴史を見ているで人間観を根本から変えなくちゃいけないというところなんですねまあ私は一つは多重主体主義っていう、まあ、哲学的な立場を開拓しようとしてるんですけれども、まあ、西洋近代が打ち出してきたアトム的人間観 人間は一個のインディビジュアルであるっていう分割できないものであるっていうそういう考え方はそもそも東アジアにありませんでしたしそういう考え方を持ってくると歴史の見方っていうのもがらりと変わってしまうわけですねだけどもちろんこの多重主体主義っていうのは私の考えですからそれでなくても構いません何でもいいわけですけれども 私たちの東アジアの言葉、人間生命を取り戻して、それを新しく再び想像しなくちゃならない。まあちょっと抽象的な話ばっかりで申し訳ないんです。最も無縁な道、くねくねと曲がりくねった道をゆっくりとまどろっこしく、決して急がずに安易な答えに飛びつきもせず、最も根源的なところまで遡ってみんなで共に静かに考えてみることが大切です。歴史問題というのは興奮しやすいし、すぐ 答えに飛びつきたいんですがそんな簡単なものではございませんだって歴史っていうのはあの膨大な過去の人が作り上げた全てのものを今生きている人が簡単に認識できるものではないんですよね私たちは和解を当然の前提とすることはできませんある人々との間の和解が他の人々には暴力となるかもしれないからです 私たちは和解とは何かという問いそしてその可能性と不可能性から注意深く根源的に思考してみる可能性がある、まあ、人間とは何か命ってそもそも何なのか歴史とは何かとか焦る気持ちを沈めて共にじっくりと対話しながら考えていかなくちゃならないそして世界で最も高いレベルの死の共同作業を日韓両国の人々が果敢にやっていかねばならないというふうに考えているんです。まあそのために アイデンティティも重要ですけれども、まあ、コンセプトっていう自分はまあ日本人だとか何とか会社の社員だとか男性だとか,なんかそういうアイデンティティっていうものも重要ですけれどもそれに縛られない自分はどういうコンセプトを持った人間なのかっていうのも重要で。 アイデンティティとコンセプトって全然違うものなんですけど、これを合体させていけば、自分は日本人だけど、韓国の BTS が好きだとか。BTS は好きだけど、でもやっぱり日本人なんだとか。そういうようなこ,ことであのもうちょっと、その、動きが楽になる。アイデンティティだけだと、がんじがらめになってしまう可能性がある。コンセプトだけだと、 これはふふわふわとお空を飛んでるだけになっちゃう。だから私は海の木っていうんですけど陸の,陸の上にどっかり立っている木これはアイデンティティ空中を飛んでる木コンセプトだけど海の中に横たわってるんじゃなくて海に立っている木こういうものが海の木。 そういうものがあっていいんじゃないかと多重主体っていうのは先ほど言ったように自分の中に多重人格ではないんですこれ自分の中に他者の主体性がたくさん入り込んでいる多重人格というのは自分の中に A さん B さん C さん D さんっていうのが別個にいるんですけれどもその A さん B さん C さんっていうのはあくまでもアトム的な個人なんです。 西洋近代なんですだから多重人格っていうのは西洋近代的な考えなんです。A さんと B さんは全然違う人間なんです。自分の中の。ところが多重主体っていうのは自分が今日読んだ新聞自分が今日食べたもの自分が今日行った場所そういうところにこれまでどんな人が関わっていてどんな意図でこの食べ物を作ったのかどんな 気持ちでこのの文章を書いたかかとかそういいいいううううもののが全部入り込んででるっっててそそううことです多重主体っていうのそうしたら自分が日本人だから韓国人のことは分からないとか自分は韓国人だから日本人とは全然違うとかそういうことじゃなくて相手の気持ち感情そういうものも自分の中に入り込んでいるすでに入り込んでいますそういうことが分かると思うんですね。 それから尊厳というのも最近重要だというふうに考えていて、最近もこの尊厳、東アジアの尊厳概念という、えー、の、まあ編集したんですけれども、その尊厳というのは重要。尊厳というのは人権とは違う概,、ね、概念です。これ重要で歴史と、歴史を生きる人間とは何か。 そしてその人間にとって尊厳とは何かそもそも歴史を生きるというのはどういうことなのか歴史に痛めつけられた人の尊厳をどのように扱えばいいのかその場合歴史と言われているもの一体何なのか歴史に痛めつけられた人の尊厳を回復する過程で例えば韓国人の尊厳を回復する過程で逆に痛めつけた側の人日本人の尊厳が踏みにじられたとその人たち日本人 痛,痛めつけた人のが側の人たちが感じた場合には尊厳をどううのように考えればいいのこれは今の日本人が例えば確かに日本を分かつて韓国を植民地支配したそのことは分かってるだけど韓国人が自分たちの尊厳を回復する運動があまりにも日本人の尊厳を踏みにじってるじゃないか そういうふうに感じた時にお互いの尊厳はどうなるのかというそういうことですね。今自分が所属している団体国家などに過去に所属していた人たち昔の日本人自分が生まれる前のことそれが行ったことに対してどのくらいの責任を全うすればそれはその行為の主体と客体それぞれおよび今を生きる自分に対して尊厳を尊重したことになるのか。 我々がやったことではありませんよね1945年以前のことというのはそれなのになぜ我々がそれを回復しなくてはいけないのか被害者の尊厳をおそらくこれまでの人間観を変える作業をしないと上のような問いには答えられないでしょうしたがってこれは高度に哲学的な作業になるけれども純粋に哲学的であるということはできない 歴史を生きる人の現場から考える必要があります。えっ、ー、と、時間になりましたから、あとちょっと1分くらいで終わらせ,終わらせますが、えっ、ー、と、今私が考えているのは、戦後の日韓関係というのをですね、どういうふうに考えるかというと、戦後の日韓関係は両国社会が共に人間概念を成長させてきた実践の過程であったと。そういうふうに考えている。慰安婦問題 これ75年前には何も何,何でも問題でもなかった65年の時点でも問題として出てこなかったんですそれはなぜかというと女性の尊厳というものが今とは違っていたからですよね1991年に慰安婦問題が出てきてその後宮沢首相のお詫びがあってその後河野談話っていうのがあって ここで初めて本件は、えー、女性の尊厳を著しく傷つけた問題でありてそ、女性の尊厳という文言が出てくるんです、この談話で。92年、93年の時点では女性の尊厳という概念が、そういう言葉を言ってもみんなが理解できた。ところが1945年とか65年では女性、 慰安婦問題に、医安婦ということに関して女性の尊厳と言ったときに、それをどのくらいの人が理解できたか。理解できない人の方が多かったかもしれない。なぜそれが女性の尊厳と関係するのか。そもそも女性の尊厳って何なのか。だから、日韓は関わることによって人間概念を成長させてきたんですね。関わらなかったら人間概念は、 成長しなかったかもしれない、これほど。だから人間概念を常に構築されつつある。前進しているわけです。あんまり悲観的に考える必要ないっていうことです。お互いに摩擦をとか対立を繰り広げながら、人間という概念を練り上げてきた。というわけなんです。1950年の日本人、韓国人の私っていうのと、 2010年、2020年の私は違います。全然違います。全然違うものです。それを同じ私っていうのがいたと思って考えたらよくないと思います。今の価値観で過去を裁くのはよろしくない。だけれども、今の価値観で過去にこういうふうに起きたことを解釈して、そこに 例えば尊厳という概念が傷つけられた、尊厳が傷つけられた人たちがいたという認識を持つということが非常に重要だと思います。えー、っと、お時間になりましたので、ちょっと抽象的な話ばっかりになって申し訳なかったんですけれども、えっと、これで、まず私のお話は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 小倉、はいえー、先生、ありがとうございました。<laughs> 大変あの濃い内容をあの短い時間で膨大な内容ありがとうございました、えー。それではですね、これからあの質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。えー、まずはですね、えー、事前にあのいただいていたあ質問が3つほどありましたので、そちらから小倉先生の方にお答えをいただければと思います。 まず1、えー、つ私,で私の方からあの読み上げさせていただきます、えー、一つ目ですね、北朝鮮と韓国は、えー、分断以降、同じ民族でも全くアイデンティティの違う国家になっています。えー、特に北朝鮮は、えー、古代からの精神的遺産を、えー、白頭血統、過去、キム一族中心に書き換えて、えー、精神的にも南北の溝が深まっているように見えます。 そのような状況でも南北が分断を乗り越えて一つになるために必要なステップについて先生のお考えがあれば教えてくださいという質問が来ております。すごく重要で本質的で重たい質問ですね。うん、これ私今日韓国の話ばっかりしたんですけれども、あの、えー、もっと と以前にお話ししなくちゃならなかったことがもしかしたらあってですねその日本は韓国、えっと、植民地支配をしたのは朝鮮半島全体であったにもかかわらずその南半分の韓国へのケアが大きすぎて北朝鮮に対して何もやってこなかったっていうのが私は非常にこの非対称性っていうのが 韓国と北朝鮮の問題に対して大きな影響を与えていると思うんです。この日韓モデルっていうのがもし韓国側がそれを拒否するんだとしたら私は日朝モデルっていうのを作り上げた方がいいと思ってるんですね。それは日,朝日韓モデルを韓国側が嫌がる理由は1965年の日韓条約がそもそも非対称性であったと。力関係が その日本が強くて韓国は妥協せざるを得なかったとでそこで、えー、とそもそも65年の時点で日本が植民地支配に対してその反省がなかったとこういうところが一番大きな韓国側からの問題点なんですけれども、まあ、それを踏まえて日本は、えー、と2002年に平壌宣言を出してますからねその時に、えー、と小泉首相はその謝罪も植民地支配に対する謝罪もしている わけで,でそれに対しては経済協力という形でやりましょうということで合意ができているわけですのでそこに戻ってですねその日朝モデルとつまり日朝モデルは日韓モデルと違って最初の段階からその日本の植民地支配に対する、まあ、私の言葉で言えば併合植民地ですけれども併合植民地支配に対する反省というのを盛り込んで つまり2002年の時点でも盛り込みましたからね、それで経済協力もやっていくという形にすると、そうするとですね、日本、えー、と韓国は今、日本に妥協してしまうと、北朝鮮がかん日本に対して全く妥協していないのに、韓国だけが妥協しちゃうと、韓国が親日的で、北朝鮮に正当性があると、抗日の正当性があると。 いいうふうふな歴史が作られててししまうのを非常に恐怖しているわけですねですから日本が北朝鮮に対してケアするっていうことによって、えっと、朝鮮半島全体が和解、えっと、という方向に進むんじゃないかなというふうに思います。北朝鮮と韓国は確かに完全に異質な社会になってしまっているのは確かなんですけれどもやはり言語というのが重要で。 えっと、同じ民族です。で、同じ民族であるにもかかわらず、そのイデオロギー、資本主義、共産主義のイデオロギーと、それから旧宗主国に対するその接近の度合いというところで、あたかも全く違うかのようになってしまっている。だから、イデオロギーの部分は、それはその人たち。 韓国人、北朝鮮の人たちがやるべきですけれども、すり合わせというのはですね。だけれども、その旧宗主国に対する関係性の非対称性というのは、日本がやっぱりこれを解決していくべきではないかなと思います。お答えになったかどうかわかりますん。はい、ありがとうございますあの。そしてまた2つ目の質問もですね、非常にあの、ま、重要な質問をいただいております、えー。朝鮮の建国理念である、 公益人間は、韓国の教育基本法では、教育の理念として歌われていますが、分断された南北が、南北の共通のアイデンティティや人間間になりうると思われますかという質問です。あすみません、見事でこれもまあ非常に本質的な問題ですね。これは、えっと、まあ、えっと、三国維持に出てきている、官院、官裕という、その、 えっとまあ、ダンク君ン神話というと、韓国の中のある人たちは怒ります。これは神話ではなくてじ、実の実話であると。ダ弾ン君ン神話という言葉はちょっと気をつけなくちゃいけないんだけれども、ダンク君ンの記述の中に出てくる言葉ですね公人。公益人間じゃなくて公益人間と言った方がいいと思います。人間という概念はその当時ありませんから。 えっと、韓国語では人間も人間というのも同じ発音しますけれども、まあ、人間というのが、まあ、我々が普段使っている人間だとするとその当時の中国の古典では人間、まあ、中国語で今でも人間という概念はありませんけれども、えっと、人間じゃなくて人間つまり世の中という意味なんですねだけどそれを韓国では人間と読んでしまっている公益 人間ではなくて公益人間って読んでしまってるっていうところが私は問題じゃないかなっていうふうに思っていてつまりえっとあたかも近代的な人間に対する道徳をえっと疫するっていうのはまあ要するに利益っていう意味じゃなくてそのリベラルな道徳性でその社会を豊かにするってそういうようなニュアンスで。 解釈されていますしこれ北朝鮮も、えー、と韓国も同じです。まあ、北朝鮮でリベラルという言葉は使わないと思いますけども要するに道徳性ですね。道徳性で人間を精神的にも生活レベルでも豊かにするってそういう意味で使われているのでこの概念はそもそも朝鮮民族漢民族がの出発点で すでに道徳的であったと。こういう認識、歴史認識を韓国人、北朝鮮の人たちが持つ上で、最も重要なコンセプトなんですね。これ、日本人と比べても、日本人の古事記の最初は、その最初にはそういう道徳性が描かれていませんのでその、日本人は自然性っていうかな、道徳性ではなくて、 自然というものにものすごく自分たちをアイデンティファイする傾向があるんだけれども、韓国人と北朝鮮人は、その自然というよりも道徳性、カント的な意味での道徳性、それが自分たちが出発点から持っていたっていうような、そういう世界観にものすごくアイデンティファイするんですね。それは、まあ、いいことではあるけれども、 えっと、まあ言ってみればその道徳性によって他者を見る道徳性によって他者との関係性の優劣を図るっていう決定するっていうそういう世界観を形成する非常に重要なポイントなので私はこれはえっとあんまり良くないと自分たちの出発点が公益人間であるっていうのは。 そういういいいの良くないというふうに思っているんですねもっと自然性、えー、を強調するような神話だとか、えー、伝説というのは韓国にはたくさんあるんですね。例えば自分たちの子祖が動物と交配する動物と結婚することによって出てきたんだとかそういうこれは道徳性というよりも自然性ですよね。そういうことに誇りを持っている子、えー、族。 っていうのが結構あるんですでそういう方向性の方が私はその何て言うかなその窮屈自分たちの民族をのアイデンティティを窮屈に道徳的に見なくても済むような方向性なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ただそれは私の考えであってその朝鮮の人韓国の人がどう思うかっていうのに対して私が 何か批判してもしょうがないと思いますけれども、もこれも答えになったかどうかわかりません、ね。はい、ありがとうございます。あのたくさん質問があの来ております。はい。まずみえー、そしてあの次点にしたいただいた質問の、えー、最後なんですが、えー、私たち日本人が、えー、歴史認識などで何かと対立する東アジアの近隣諸国と、えー、前向きに発展的な環境を築くために持つべき最も大切な視点は、えー、何でしょうかという質問です。 これは先ほど私が申し上げたとおり何て言うんでしょうかある程度その自信を持つ,必要が持つ必要があると思うんですねそのヨーロッパと比べていつもヨーロッパはうまくやっていて日本はだめだというその枠組み があるわけでそれが私たちにずっしりと重くのしかかっているわけですけれども先ほど申し上げたように、えっと、例えばドイツはフランスやオーストリアやポーランドとの関係これはうまくやったしナチスのやったことこれは、えっと、ドイツ人は自分たちの罪ではなくてナチスの罪であると。 ただその責任に対しては自分たちはいつも記憶しなくちゃいけないってこういう枠組みで生産しようとしているわけですけれどもこれが果たしていいことなのかどうかとこの生産の仕方がですねそれはこれから日韓の側から問いかけなくてはいけないとそんなに簡単なものなんですかということですね日韓っていうのはこんなに努力をしてきましたよと慰安婦問題一つにとって しても91年からずっと議論していますしそういうそんなにそんなに難しいことなんですよっていうことをその議論の対立や摩擦や失敗やそういうことも全部含めてパッケージにしてこんなに大変ですというそのそういう努力をしてきたんですとそういう、えー、と認識を持つ必要があると思うんです。その まだまだその被害を受けた人たちにしてみれば、日本の努力はまだまだ足りないでしょうけれども、先ほど言ったように、その日本側としては謝罪をしたのに全然受け入れてくれないとか、全く軽く扱われてしまうとか、首相,首相が謝罪をしたにもかかわらず、それはあたかも。 なかかったかのようにあるいは心がこもってないとかそういうような形であの扱われてしまうとやはり前に進めませんしそれからマイナスの感情を持ってしまう人がたくさん出てきてしまうのも当然ですのでそこのところはあの前向きにやっていきましょうっていう方がいいんじゃないかと、えっと、非常に私は日本の方は潔癖,潔癖というか道徳 敵だと思うんですよねだって75年以上前のことで自分たちがやったことではないわけです。ドイツ人はナチスは自分たちがやったことでは全くないと関係ないってですきっぱり言ってしまうけどそれは本当かなって思うんですが逆に日本人は自分たちがやったことでもないことに対して罪の意識を持ちすぎじゃないかなというふうに私は思うんですね。それは あなた方も直接の被害者じゃない、私たちも今の私たちは直接の加害者ではない、だけれども、これはお互いに重たい気持ちを持っているわけだから、何か解決していきましょうっていうふうに、積極性を持った方がいいんじゃないかなというふうに私は思っています。はい、えー、ありがとうございます。えー、続々とあの質問をいただいていただきます。 日韓の和解は取り決めや約束、条約を定めても、韓国側の国内政治の事情で保護にされてしまったことが、ここ30年でも幾度も繰り返されております。なぜこのようなことが繰り返されてしまうのか、韓国側の事情を知りたいという質問でございます。これは非常にまた重要なことで、いろ,んない,ろいろなこの要因があると思います。 まあそれはいろんなテレビとかでも語られていることですがまあ基本的には政権が変わると前の政権の成したことしたことっていうものを全否定したいというそういう、まあえー、と感情が渦巻くわけですね権力機構の中で、えー、そ,れそれがその、えー、日本そのえっと日本 日本に対しては何をしてもいいんだというような感情と結びついて、えー、例えばアメリカと結んだこ、えーとえー、条約ですとかそういうことは、えー、そんな簡単に保護にしたりはしないと思いますが日本にか対してはそういうことをするというのはやはり日本に対しては何,もし何をしてもいいんだという気持ちがどこかにあるのだと思います。えー、と日本はははこれは常に私は 毅然とととした態度を取らないといけないといいいいけううふうに思いますあの安倍さんも日本であの韓国では右翼と呼ばれたけれども、そんなに毅然とした態度を取ったのかなというふうに私は思います。ちゃんとした対話をするということが毅然とした態度であって、対話しないという態度は私はよろしくないと。えー、日本 では六十は、65年の条約、それから安倍さんは河野談話も、えー、否定しておりませんし、えー、村山談話もありましたし、それから安倍談話というのも出していますし、それから、えー、と2015年には日韓、えー、合意というのをやったわけですので、そういうことを順々ときちんとあの語って、語りかけるという作業が必要だったんじゃないかなというふうに思います。えー ただ、韓国側は一つは政権交代のことともう一つは歴史というものの見方がだいぶその儒教的ですのでこれはまあ私の言葉では仮想道徳歴史って言ってるんですけれどももうちょっとけんの人は他の言葉を使っているみたいですけれどもまあ現実の歴史よりは道徳的であるべき素晴らしい歴史というものを理想としたいという。 その強烈なな思想的なあるいは宗教的なと言ってもいいかもしれませんけれどもそういう願望があるんですね。これは、えっと、日本にもありました。えー、日本でも例えば水戸学ですとかその朱子学が強い時代あるいは強い地域においてはそ,のそういう歴史の見方があるんですね。 水戸学がそうですし幕末にもありましたしそれから戦前には例えばまあ楠木正成っていうのが英雄で足利尊氏は悪党だというようなえっとこれ仮想道徳歴史だと思いますそういうような歴史観というものが日本日本にないわけではないんですけれどもまあ言ってみれば韓国ではそういう歴史観が非常に日本よりも強くて。 それをなかなか相対化することができないということがあると思います。だから私は、その、そういうことも含めて、いろいろ対話する必要があるというふうに思います。歴史の見方っていうのは、こうあるべきなんじゃないですか。こういう歴史だと、その現実から離れてしまうんじゃないですかとか、そういうようなことは常に対話していく必要があると。 といいう,うに私は思いますあの日本も韓国も歴史家の人たちは非常に優秀であの先ほど申し上げたように調査をしたり論文を書いたりする能力は非常に高いんですけれどもむしろその思想だとか哲学をやっている人たちがあ,のあんまり現実のことをやらない。 カントやニーチェを語っていればその大学の中で職を得ら,得られるっていうような時代が未だに続いているからこんなに女性問題だとか日韓関係だとか歴史問題だとかそういうようなその哲学思想がその題材として取り組まなくちゃならない問題が山積しているのにもかかわらずそういうところにあんまり目を向けないっていうのがここがやっぱり日本も韓国も。 えっと対だなところだと思います。はい。ありがとうございます。非常に、えー、面積にありがとうございます。えー、次はですね、えー、日韓韓韓日の和解の像を考える際に、例えば南アフリカ共和国やルワンダの和解の事例などから何か学べるところはありませんでしょうか。 それともやはり日韓過去韓日の問題は相当に難解独特で他の事例は参考にできないのでしょうか他の事例が参考にできないわけはなくて、えっと、いろんな事例を参考にすべきだと思うんですけれども日韓の場合が、えっと、若干特殊なのはですねその先ほど併合植民地と申し上げましたけれども併合の側面と植民地の側面 つまり一緒になったっていう側面と遠隔で上から押さえつけたっていう側面をどういうふうに整理していいかっていうのが非常に重要なポイントなんですね。でその上でその韓国というのはも、えー、ともとまあ儒教的な国家を500年続けていて非常に知的レベルが高かったわけです。 えと支配層と民衆の層の乖離はもちろんあったわけなんですね。その日本よりもその乖離は大きかったと思います、朝鮮の方が。しかし、特に支配層が持っている儒教的な観念は結構下の方まで浸透していて、それでその儒教的な観念を持ってその世界や歴史を見るっていう訓練ができている人たちに対して、 要すするに支配をしてしてまったわけですねここのところがやっぱり他の世界の事例とは違ってそれを回復していく和解していく上でかなり高度な思想的な、えー、哲学的な、えー、作業をしなくてはならなかったにもかかわらずそれが、えー、とあまりできなかったということそこが重要な、えー、反省点だったというふうに思います。それは 先ほどから申し上げている歴史観の問題、歴史認識の問題ですとか、人間観の問題ですね、そういうこと、えー、つまり儒教的なっていうふうに申し上げたんですけれども、例えば人間というものをその個人として見るわけではなくて、連綿としたその祖先から子孫につながる血の連続体として見る、そういうような世界観の人たちの持っているアイデンティティ。 に対して日本日本は日本の家っていうシステムを持っていってそれをと強引に改変したわけですね。そうした時にそれをと回復する時に和解っていうところに持っていく時に日本はそのもともとの朝鮮の人たちが持っていた世界観というものをどれほど理解できるかとこういうところが重要だというふうに思います。 今からでも遅くないですので、朝鮮の人たちの,あの世界観というものを理解しながら、その関係を再構築していくっていうのと、何らかの,その外側からの、えっと、力によって、えっと、和解しましょうっていうふうに強引にやっていくのとは全然違うと思うんですね、やっぱり。そこがやっぱり足りなかったと。ヨーロッパがうまくやってるのはやっぱり、 ドイツはフランス的な価値観をやっぱり見直そうと、戦後それ。それはいかに素晴らしいものなのか。特に例えば、えっと、ベルリンのユダヤ博物館っていうところに行きますと、そこで展示されているのは、ユダヤ人の持っている世界観、例えばユダヤ人の数,数字に対する世界観っていうのはどうなのかとか、ユダヤ人の建築に対する考え方はどうなのかということを、 えと展示で説明していて、ドイツの、えー、と学生たちがそこに行ってあ、ユダヤ人の世界観ってこうなのかっていうことを理解しながら反省していくと。そういう両軸があるわけですね。ただ単にユダヤ人ってどんなの人だったちしか分からないのに反省だけするって、そういうのはやっぱり私はなんか机、うん、上の空論だと思うんですね。どういうい人たたちだだったのかだから こういうふういに回復ししていきましょう逆に言えば韓国の人たちも日本人の世界観というのはどういうものなのかというものをもっと理解する必要があると思うんですね。その自分たちの尺度で見るんじゃなくてあ日本人というのはこういうことなのかじゃあ自分たちの祖先はこの日本人の世界観と出会った時にどういうことを考えたのかなとか単に 後、えっと、日、新日っていう二分論で分けるんではなくてもっとその人たちの精神の中に入って考えるっていくっていうことが重要でその努力がまだまだ足りないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、ありがとうございます。えー、それでは次があ最後の質問になるかと思います。先ほどの、えー、菅政権に可能かという部分にも関連して。 そもそも日本が自分たちの国の近代国家としての正常化をしないと、江村先生のおっしゃる通りり、日韓モデル構築に向き合えないと思いますが、それに関していかがお考えでしょうかという質問になりますまさにその通りですね、本当になんかずっしり思いたい質問が、えっと、いつあのたくさん出てきますけれども、日本はどうしちゃったんだろうという。 ことを多くのの日本の方が思っているし私も思っているんですけれどもやっぱり、えっと、日本がこの低堕落だとうんなんて言うんでしょうか和解したい気持ちもなくなるし、まあ、逆に言えば韓国に対してもそういうことは言いたいわけなんですよねだからといって立派なな人同士が和解すするわけでもないわけけででもいその人間というのはいつも不完全でそしてあの間違いをする。 存在ですからその何か数奇教のような人た人が出て和解しましょうっていう崇高な言葉で言うというその和解を促すということも重要でしょうけれどもえっと人々のその民衆と言っていいか市民と言っていいかその欲望を持っているその間違いを犯すその人間としてまあ、そもそも人間なわけですね。えっと いろんなことをやらかしてしまったりする人間同士がどうやって付き合っていくかっていうそこのところですからあんまり格好をつける必要はないただその日本人ははもっとと理念を語るべきだとは思いますそのえっとあるみっともない発言をしたりすることだけが日本ではありませんからその。 日本というのはこういう理念,がああ日本に理念があるというか、こういうふうに物事を考えている人たちが多くて、でそうじゃない人たちもこのくらいいて、で日本というのはそもそもこういう失敗もしたし、こういういいところもあるしっていうことをやっぱり見せてあげる必要があると。我々、アメリカを見ていて、なんだろうなとか思ったりするけど、でもなんとなくは分かるわけですね。まあ もちろん外部から見てるからなんとなくなんですけれどもアメリカっていうのは今こういう白人の若い人の職がない人たちはこういうふうに考えていてそれに対してリベラルの人たちはこういうふうに考えていてだから対立するんだとかそういうことはなんとなく分かるんですけれども私たちが韓国を見ていても表面的なメディアのことしかわからないメディアに出てくることしか分からないし韓国人も日本人っていうのが分からないと思うんですよね。 でも日本人の中にもいろんな対立があって、女性、別視をする人もいれば、それに対抗する人もいるんだしっていう、そういうところをやっぱり見せていく必要があるというふうに思います。これも答えになったかどうか分かりませんけど。以上です。はい、えー、ありがとうございました。非常にあの、えー、まだまだあのご質問いただいてるんですがあの、今、ちょっとちょうどお時間になりましたので、えーまあ、本日は大変あの名残惜しいんですが、これにて。えー あの終わりとさせていただきたいと思います。